山本博之は大阪府堺市出身のフリーアナウンサー。元関西テレビ放送アナウンサー。愛称は山博、日本テレビアナウンサーの山本健太と2020年度からアナウンサーとして関西テレビへ入社した山本大輝はいずれも実の息子である。大阪府立佐野高等学校、龍谷大学法学部を卒業後の1985年にアナウンサーとして関西テレビ放送に入社。同局への在職中から奈良県奈良市に住んでいることを公言している。ジップは1925年の生まれで、大阪市電の運転士や大阪市の職員を歴任。37歳の時に、博之を授かった。落語家の三代目、林家そめに、朝日放送テレビゼネラルアナウンサーの中村雄二とは、大学の同級生だった。関西テレビへの入社後に結婚してからは、長男、健太、次男、康介、三男、大輝という三兄弟を育てた。次男の康介は、新聞記者で、現在は、毎日新聞大阪本社に勤務。三男の大輝は、かつて博之が勤務していた、関西テレビに、2020年度からアナウンサーとして、入社している。ちなみに大輝は、博之がジップであることを伏せながら、同局のアナウンサー試験を受験。最終選考まで残った際に、名字ばかりか自宅の所在地も、博之と同じことに気づいた役員から面接中に質問されたことをきっかけに、博之の息子であることを初めて明かしたという。関西テレビへの入社後は、プロ野球のほか、この頃に、競馬中継より優退した競馬などのスポーツ実況や、情報番組、バラエティ番組のリポーターなどを経験した。しかし競馬中継では、鈴木敏郎の後任で実況を担当したものの、当時の主力が杉本清や馬場哲司などのベテランアナウンサーであったことなどから、実況の機会は年間で数レースにとどまった。その後は、競馬実況に石巻雄介が山本の後任で入ったこともあり、スポーツから移動して報道、バラエティ番組を主に担当しているため、競馬関連の番組にはほとんど出演していない。その一方で、シュートインサタデー、いつでも笑みを、ではパートナーを務めた。また、1997年10月から半年間、深夜番組、クロスファイアの司会を務めたことをきっかけに、プライスバラエティなんぼでなんぼなどのバラエティ番組で個性を発揮。2007年1月5日から2012年7月27日までは、関西テレビのポッドキャスト企画第2弾、山博のアナポッドカフェのパーソナリティを担当していた。ニュースキャスターとしての活動1990年10月に FNN アタック600のメインキャスターに抜擢。同番組の後番組、アタックザ・ヒューマンでも1997年9月までメインキャスターを務めた。2002年には、ホット関西湖の1年 NY リポートで、第18回 FNS アナウンス大賞の大賞を受賞。2006年4月には、FNN スーパーニュースアンカーのアンカーマンとして、アタックザ・ヒューマンからの降板以来8年半ぶりに、平日夕方のローカルワイドニュース番組のメインキャスターに復帰した。ただし、アンカーのアンカーマン就任前から担当していた。なんぼでなんぼについては、報道だけじゃ、息が詰まる。精神的なガス抜きの場を失いたくないとの理由で、レギュラー出演を続けた。なんぼでなんぼが2009年12月で、事実上終了してからは、ニュースキャスターとしての活動に、ほぼ専念。2013年までは、阪神、淡路大震災や東日本大震災を教訓とした、防災関連の特別番組や、国政選挙の開票特別番組などでもキャスターを担当した。2012年2月13日から3月9日まではアンカーの特別企画雨にも負けずを探して山本博之被災地を歩く隊で東日本大震災で被災した福島県、宮城県、岩手県内に滞在しながら取材リポートを送っていた。関西テレビは2013年2月20日に山本が同年3月31日付で退社することを発表した。山本自身は退社を決めた理由として2012年に50歳を迎えたことを機に、今後のアナウンサー人生について思いを巡らせた結果、これまでやったことのない様々な仕事に挑戦してみたくなったラジオ番組で活動したいと述べている。同年4月1日からはアンカーのアンカーマンを続投する一方で、山本の妻が社長を務める個人事務所 PH カンパニー所属のフリーアナウンサーとして活動。フリーアナウンサー転身初日の4月1日には、スーパーニュースアンカーの本番前に小森安則朝から天小森、ドッキリ、はっきり、三代沢孝治です、上泉雄一のエエナーの順にゲストで出演した。テレビでは同年4月5日に毎日放送のスポーツ情報番組カワスポの第1回へ出演したことを皮切りに、フジテレビ系列局以外の放送局制作の番組にも登場。転身後の半年間は、アンカーのアンカーマンとしての活動を優先するため、他の番組には KTV 時代と同じくゲストで出演することが多かった。その一方で、2013年6月16日からは、大学の先輩、屋敷隆仁が委員長を務める隆仁のそこまで行って、委員会に副委員長として登場。当時、病気療養中だった隆仁を呼び、それまで副委員長として出演していた辛坊治郎の代理扱いながら KTV 以外の放送局で初めてレギュラーを務めることになった。なお、高人が2014年1月3日に死去した直後には特別番組高人追悼スペシャルそこまで行って委員会で辛坊、宮根誠司と共に司会を担当している。ニュースキャスターからパーソナリティへ2013年9月27日には、世代交代や山本自身の意向などを理由に、アンカーのアンカーマンを降板。2013年10月15日からは、毎週火曜日の夜間に、毎日放送の生ワイド番組、山広のピカイチラジオで、メインパーソナリティを務めている。ラジオ放送事業を運営していない KTV で、アナウンサーとしてのキャリアを積みながら、毎日放送や朝日放送のラジオ番組に何度もゲストで出演してきた山本にとっては、この番組が地上波ラジオ番組での初レギュラーになった。さらに毎日放送では2014年4月7日からアンカーと放送時間の一部が重なるちちんぷいぷいのレギュラーに山本を起用。山本は月から木曜日放送分で全編にわたってメインパーソナリティを務めた。ちちんぷいぷいでは、スタジオ進行や VTR リポートなどに加えて、アンカーのアンカーマン時代に携わっていた、前日の取材も続けていた。2016年には、毎日放送が、開局65周年記念特別企画の一環として10月13日から16日まで開催した、MBS プロデュース豪華客船神戸発着3泊4日の旅、ドリームズカム、クルーズの全日程に同行。ちちんぷいぷい、山広のピカイチラジオ、あっぱれ。屋久島ツアー神秘の島でパワーをもらっちゃおうスペシャル向けの生中継に登場したほか、船内でのイベントにも出演した。2017年には、古巣の KTV で2月7日の深夜に放送された、大阪環状線一駅ごとのマナ物語パート2、天満駅編で、テレビドラマへの主演デビューを果たした。2019年には3月16日の誕生日で57歳を迎えたが、同月21日でちちんぷいぷいのメインパーソナリティを勇退。放送時間を短縮した同年の4月改編以降は、今までにやったことがないことを60歳までにやりたいので、長い時間を要することや、しんどいことは今後遠慮したいという理由で、山広の人生書一編。これやってみた勝手にや、山広の京都宮山里山暮らしのリポーターに専念している。その一方で、5月24日から26日まで ABC ホールで上演された黒田保プレゼンツフードコートのランスちゃんで舞台作品としては初めての主演を経験した。趣味は将棋、ギターの演奏、ゴルフなど。山広のアナポッドカフェやメインパーソナリティへの就任発表を兼ねて、初めて出演した2014年3月18日放送分のちちんぷいぷいでは、特技として歯笛を披露した。ギターについては、KTV のアナウンサー時代から、フォークバンド、エルキュールへのとアフターアーズショーのメンバーとして活動しているほか、クロスファイアで、カツラの着用を告白した際にも VTR の中で演奏している。アンカーの水曜コメンテーターの青山茂春が主催しているインディペンデントクラブのイベントで青山とのジョイントライブを実施したこともある。ちちんぷいぷい総合司会就任後の2014年5月3日に、服部緑地野外音楽堂で開催のジョイントコンサート、春一番2014初日公演には、エルキュールへのとアフターアーズショーのメンバーとして出演するとともに、ギターの独奏も披露。ちちんぷいぷいの放送期間中には、番組と縁の深かったリトルグリーモンスターとのコラボレーションステージを自身のメインパーソナリティ担当最終日にスタジオ最終回の前日に大阪城ホールからの生中継で実現させている。また KTV アナウンサー時代の2008年11月16日には同局主催のライブイベントリブジャックスペシャルストーリーズドラマソングズマイナスのサプライズゲストとして大阪城ホールのステージに登場。E.T. キングの新メンバーという触れ込みで、E.T. キングの楽曲、愛しい人へを同グループと一緒に熱唱した。ドリームズカムクルーズ2日目の夜にパシフィックビーナスの中で開かれた堀内孝雄スペシャルライブ with 山本博之でも堀内と一緒に乗客の前で歌やギターの演奏を披露している。ちなみに早起きが大の苦手で、KTV のアナウンサー時代から早朝の生放送番組のレギュラー出演を誇示している。ただし、フリーアナウンサーに転身してからは、イレギュラーで出演する機会が相次いでいる。本人曰く、起床してからエンジンがかかるまでに時間がかかる体質で、イレギュラーでの出演であれば、起床に支障はないが、早朝の帯番組にレギュラーで出演しても週に2から3日は寝過ごしそうで、怖いとのことである。KTV のアナウンサー時代から、柏木博之、上泉雄一、三代沢孝治、森武史と親しく交流している。早起きが苦手でありながら、ちちんぷいぷいメインキャスター優待後の2019年8月からは、森が金曜日の末端を休演する場合にメインキャスター代理を務めている。KTV 時代には、柏木、三代、沢、森と共に落語講演会で同席。山本が上泉雄一のエナーに電話で出演したり、山広のアナポッドカフェに森をゲストに迎えたりしたこともある。さらに、所属局のチャンネル番号にちなんだ、10ちゃん8ちゃんというコンビ名で森と共に漫才を数回披露していた。2014年4月から2019年3月まで、ちちんぷいぷいで共演していた西矢、2017年9月まで同番組でニュース解説を担当していた石田英二とも KTV のアナウンサー時代から主席を共にするほどの面識があった。大学時代に通っていた生田教室出身の在阪アナウンサーとも親交が深い。フリーアナウンサー転向の初日には放送時間の一部が重なるドッキリ、はっきり、三代沢孝治ですと、上泉雄一のエナーへ立て続けに出演。2013年6月1日には、大阪市淀川区のシアターセブンで、有料のトークイベント、三代沢孝治、山本博之、森武史ライブ、2ヶ月遅れの卒業式を開催した。2014年3月21日には、読売テレビの番組と連動した、落語会。平成購買亭東西特選落語会情報有の部で森と共にピッカリメガネというコンビ名で本格的な漫才を披露した。いずれも MBS ラジオで放送。以下の番組にはドリームズカムクルーズの3日目にツアーの最終目的地屋久島からの生中継で出演。以下のアナウンサーは関西テレビ時代の山本の上司で後に同局を定年で退職。退職後は山本と同じくフリーアナウンサーとして活動している。ありがとうございます。